僕は何度かお会いさせていただいて、うん、お話伺った時に、うん、まあそのもう世界のトップ企業の社長と、うん、この一個人で、うん、まあ野球っていうすごく狭い世界でやってる人間の、うん、そのもう勝手に僕は、うん、なんか自己投影みたいなことを、うんをまあ、させてもらっちゃってるんですけど、うんうん、僕らの世界って喜ぶこととか達成感とか満足、うん、満足感とかっていうのは一瞬しかないんですよね、うん、それを本当に喜べることって一瞬しかない、うん、で残っているのってほとんどは失敗したことなんですよね。でそれをなんとなく秋尾社長からも、うん感じたっていうか、うんうん、もういろんなものを背負って、うんうん、自分だけじゃないものすごい規模の、うんまあ、人たちの思いや、うんまあ、責任を、まあ、背負ってらっしゃるじゃないですか、うん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 、だとすると、うんまあ、気が休まることなんか絶対ないだろうし、うん、うまく何かが結果が出た時も、うん、また前に進まなきゃいけない使命みたいなのがあるので、うん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 喜ぶ時間なんてないんだろうなって、うんうん、そこで必ず苦しんでもう毎日苦しんでらっしゃるんだろうなっていうのをなんとなく感じて、うんうん、勝手に嬉しくなったっていうか、なるほどね、やっぱりトヨタ自動車って言ったらみんながもうなんか順風満帆でうまくいってる、うんうん、だからもうみんながハッピーなんだろうなっていうふうに思いがちなんですけど今日本まで打つのが当たり前みたいなね、そうなんですよ。でも実は全くそれとは反対なんじゃないかなっていうことを感じていて、なるほど、ね、それとなんか僕を自分をなんか照らし合わせるところがあったんですよね。僕は背負ってるというよりは支えられてるって感じなんですよ。ね、背負ってるよりは多くの人に支えられてるなっていうね。で何がじゃあ嬉しいかというと、はい、みんなが喜ぶ。はい、喜んだとかねみんながなんとなく幸せそうな顔してるのがね自分の幸せになるっていうのはね、はい、わざとでもないんだけど、うん、割とそういうふうに育っちゃったのか、うん、まあ、社長になってからあんまりいいことがね、はい、続かなかったのがあったから、うん、割と悲しい顔してる時が多かったんですよね、うん、でじゃあ自分の役割って何と思った時に、はい、でかつその自分自身も本当にその辛さをね、はい、表に出したらね、うん出したら、うん、多分もっとみんな心配しちゃうんじゃないかなと。ね、一応ね、うん、こちらの顔を見てる人は多いと思います、はいはい、だからそういう中でよく昔言ってたのはね、顔で笑って心で泣くとか ね、うん、ねだけどそこはそこで、今はねこう、はい、最初はそうだったかもしれないけど今どちらかというとその中において支えてんじゃないかな支えられてるんだろうなと、うんだから逆にね今はハッピーかもしれないけどこの先もね、はい、本当にハッピーかなとかね、うん、いう目では見るようにはしてますけどね、うん